お風呂に入ってきました。ピエーデ森山っていうショッピングモールに併設されている森山湯本水春、深夜0時までやってますね。ここ琵琶湖が一望できるんですよね。最高、綺麗だった。ゆっくり使ってました。はい。ってことで、これから琵琶湖大橋を渡って琵琶湖大橋の向こう側にある道の駅に行きたいと思います。そこでまあ車中泊をしようかなと思うんですが、一旦様子を見たいと思います。はい、では行きましょう。うわー、何すごい、怖い。琵琶湖がすごい。出口は確認しました。あ、80円、軽自動車80円なんだ。料金は80円です。いいね、軽自動車。はい、ここから大津市になります。琵琶湖大橋米プラザに行きます。琵琶湖大橋米プラザ、道の駅に到着です。バイクがあるからね。はい、それでは今日のお夕食にしたいと思います。この近江牛、近江牛です。めっちゃ美味しそうでしょ、この霜の入り方。よし、ただね、今ね、電源が残り 39% なんですよね。グリル鍋が持つかどうかが心配なんです。佐藤のご飯ね、どうやって食べようか、炒めて食べるか。ちなみに今の室温26度です。レタスがあるのでレタスを食べます。お肉と一緒に食べたら絶対美味しいよね。そしてノンアル気分。じゃあね、まずこっちの特上カルビの方を焼いていきます。こんなでっかいさ、牛脂入れてくれて。よし、一応牛脂を引こう。くっつくといけないからね。1枚目、2枚目、そしてお肉もどうだろう、いい感じに焼けたんじゃないかな。ほら、お肉もいい感じに焼けてきました。これが近江牛です。いただきます。おいしすぎる、うますぎ。ちょっと待って、なんかさ、外バンバン行ってんだけどさ、花火でも上がってる？見えない。とろける、マジとろける。こんなん独り占めして食べちゃっていいのかしら。これ絶対花火上がってるよ。外で花火がガンガン上がってたんだけど、もう牛肉でそれどころじゃなくて見逃した。めちゃ冷えてる。こっちの味付けの方はもう一気に焼いちゃって、でご飯も一緒に炒めちゃおうかと思って、こうやって炒めて、ご飯ね、佐藤のご飯、これ温めれないのでここで炒めちゃいます。一緒にこんな感じで出来上がりました。
焼肉チャーハンみたいなのが出来上がりました。いただきます。まずお肉からいただきます。うんうんうん、タレの味がする。うんうん、これはこれで美味しい。ことぶき屋精肉店さんがなんか比較的安く買えますよって教えてくださったので行ってきました。さっき車内30度ぐらいあったんですけど、今も 29.9 度あるんですけど、なんかね、牛肉の美味しさでね、もう暑さなんて関係ねえやみたいな感じでね。ごちそうさまでした。で、ラコリーナで買ったバームクーヘン、これ食べたいけど、お土産で持って帰ります。これはね、その代わりにタケノコの里とキノコの山、いちご&ショコラ。もうね、今日はね、贅沢にね、キノコの山とね、タケノコの里とね、両方行っちゃう。あ、ピンクで可愛い。タケノコの里とキノコの山、皆さんはどっちが好きですか？このキノコの山のクッキーの部分はカリッカリっていうサクサクっていう感じか、クッキーの部分がしっとりってした方か、どっちが好きですかね。子供の頃はキノコの山が好きで、ある程度に大人になったらタケノコの里が好きになって、でも最近やっぱりまたキノコの山に戻ってきました。でもどっちも美味しい。こういうのって期間限定だしね。こんな感じでのんびりまったりタイプにしていきたいと思います。はい、お疲れ様でした。今日はね、まだ21時なんですが、疲れもあるので今日はもうこれで寝たいと思います。で、明日の朝なんですけど、白髭神社っていうところがあって、そこの日の出を見るのがちょっとおすすめみたいなので、5時までにすっきり目覚めることができたら行こうかなと思います。ということで今日はおやすみなさい。おはようございます。ジャクリーの電源残り 2% となりました。それでは今日も一日よろしくお願いします。はい、それでは道の駅琵琶湖大橋米プラザさん、ありがとうございました。白髭神社に向けて出発します。今日も一日よろしくお願いします。なんか夜が明けてくるっていう、そんな空になってきています。予定到着時刻が5時55分。これは日の出にちょっと間に合うのかな、間に合わないのかなっていう感じぐらいですね。白髭神社に到着しました。朝早いけどね、もうこんなに車止まってます。景色を早速見に行きたいと思います。もう結構人が来てる。もうね、ちょっと日の出の時刻はもう間に合わずに、日はもう出てしまってます。あの鳥居の中を日の出が通るみたいな、そんな映え写真が撮れるスポットとして有名で、めちゃ来てますね、人がね。本当にすごい綺麗。私は早起きした甲斐がありました。ではちゃんとね、神社にもお参りしていきたいと思います。